ははいこんにちは始まりまりしたリシのです今日も毎日リスニングやっていきましょう今日は猫の恩返しの英語版のセリフを扱っていきますで一応はハルと友達が話している場面のセリフになります固有名詞としてハルとあと町田っていう男の子がいるんですがその名前が出てきていますねでは聞いてみましょう It's not fair. First, I have a bad morning, and then everyone laughs at me in class. Even Machida was laughing, wasn't he? <laughs> yeah, pretty hard. Why me? Why are all these bad things happening to me? Hmm. Maybe it's some kind of weird omen, Haru. Like your life is gonna get a whole lot worse real soon. It's not fair. First, I have a bad morning, and then everyone laughs at me in class. Even Machida was laughing, wasn't he? <laughs> yeah, pretty hard. Why me? Why are all these bad things happening to me? Hmm, maybe it's some kind of weird omen, Haru. Like your life is gonna get a whole lot worse real soon. <laughs> it's not fair. First, I have a bad morning, and then everyone laughs at me in class. Even Machito was laughing, wasn't he? <laughs> yeah, pretty hard. Why me? Why are all these bad things happening to me? Hmm. Maybe it's some kind of weird omen, Haru. Like your life is going to get a whole lot worse real soon. It's not fair. First I have a bad morning and then everyone laughs at me in class. Even Machito was laughing, wasn't he? <laughs> yeah, pretty hard. Why me? Why are all these bad things happening to me? Hmm. Maybe it's some kind of weird omen, Haru. Like your life is going to get a whole lot worse real soon. It's not fair. First, I have a bad morning, and then everyone laughs at me in class. Even Machida was laughing, wasn't he? <laughs> yeah, pretty hard. Why me? Why are all these bad things happening to me? Hmm. Maybe it's some kind of weird omen, Haru. Like your life is gonna get a whole lot worse real soon. まず最初の it's not fair これは公平ではないと言っているのでこんなの不公平だとかこんなのひどいよっていう感じの表現になりますねそして first これはまず最初にってことですね I have a bad morning でこの部分は最初まずひどい朝だったってことですねそして and then everyone laughs at me in class と言っていますでここちょっと難しいんですがそしてそれからって感じですね and then で everyone l a u g h s At me in class で、エブリワンは一応単数扱いするので、ここに3単元の S がついています。で、ラフアットという表現は、大体こうバカにして笑うという意味になります。で、私のことをバカにしてみんなが笑って そしててとと言っているのでこれは授業中ににう意味になりますねか例えば in my class とかだと、えー、具体的に言ってやるとこの教室でっていう感じの意味になるんですが in class っていうふうに監視がついてない場合だとこう授業中にって意味になることが多いですね。はいという感じです。で今これどっちも過去の話をしているんですがここ現在形で書いてあります。ででこういういに過去の話でも現在 ででで表表現現すすするるることでここととう生き生きした表現にすることがあるんですねなのでこれもちょっとね注意してくださいでそして even m 田 c h da was laughing wasn't he でここは普通に過去形使ってるんですよねで町田さえ笑っていたでしょうっていう感じで深疑問で表現していますねでそしてそれに対して友達は yeah pretty hard というふうに答えてるんですが pretty はこう強調の意味を持っていますねで hard は rough hard っていう感じで、ラフに対応していて、こう、めちゃくちゃ笑ってたねっていう感じの表現になりますね。そして、Why me? なんで私なのと言ってますね。で、より具体的に Why are all these bad things happening to me? と言っています。 どうしてこれらすべての悪いことというのは私に対して起こっているのっていう感じの表現ですね。で、m、mm, m a y b e it's some kind of weird omen と言っています。で、この s o m とか kind of というのはちょっとぼかす表現ですね。まあ何かしらのっていう感じの意味になっていて weird はこれ奇妙なですね。そして omen これは前兆という意味になります昔はオーメンっていう映画がありましたねちょっと古い映画ですがでこの前兆と っていう意味が、一応こう、悪い意味でも使えるし、いい意味でも使うことができます。なんか映画知ってるとどうしても悪い前兆に聞こえてしまうんですけど、で、今回は weird omen っていう風うに言っていて、どちらかといえば悪い感じしますね。で、奇妙な前兆かもしれないよって言っていて、で、like your life is gonna get a whole lot worse real soon です。さて、この like が使いこなせるようになりたい表現なんですが、この like は 例えばとかそういった感じの意味でで使われますで元はこうまるで何するかのようにっていう感じの意味なんですが今ウ WeirdOmen の具体例を言ってくれているんですね例えばこういうことが起こるんじゃないっていう感じで言っていますで Your life is gonna get a whole lot worse real soon ですねで Get これはなる っていう意味で使われていますね。後ろにアホ h ロットで強調が入っているんですが、形容詞バットの比較級のワールスが入っています。で、このアホ h ロットは比較級の強調で考えて、よりひどくなる、もうずっとはるかにひどくなるっていう感じの意味で使われていますね。でそしてウェアをスーンという表現も、これもすぐにって意味で考えて OK です。強調でウェア r が入っていますね。で一応こうウェア r l にしたくなると思うんですが、副詞にですね。で で、代わりに wear が使われることというのは、口語では結構ありますね。weary の代わりに wear が使われる。形容詞の形なんですが、副詞として使われるという感じになります。はい、という感じでした。では、発音のポイントに行きましょう。まず、it's not fair って感じで、この t の音脱落しますね。あまり聞こえなかったと思います。そして、この a n t e n のこの and の音もすごい短くて聞きにくかったと思いますね。で n の音は一応発音されていて d の音は完全に脱落しているという感じですね。くらいの感じになります。で、ラフスアッミ t のこの at me もすごい短くて弱くて聞きにくかったと思いますね。ただ、ラフアット人という表現を覚えていたら、これ、あの、自分の頭の中で補う感じで聞き取れるかなと思います。そして wasn't he のこの t の音、脱落していますね。そして、最後の方ですね。like a life is gonna get って感じでこの t の音をもうちょっと d っぽい方がいいですかね。get だっていう感じで d の音に変化させて後ろのあとつなげてやる感じで発音することになります。はいという感じでした。ではもう一度流すので自分でも発音してみましょう。It's not fair. First I have a bad morning and then everyone laughs at me in class. Even Machita was laughing wasn't he?Yeah, <laughs> pretty hard.Why me?Why are all these bad things happening to me? Hmm, maybe it's some kind of weird omen, Haru. Like your life is gonna get a whole lot worse real soon. という感じでした。一応このラとはあれですね。えっと、これ、オーとアーの間になるんですけど、この子は若干ラっぽく聞こえますね。はい、という感じでした。実はこの春の吹き替えはアンハサウェイがやっているんですよね。なんで、映画好きな方はなんか聞いたことある声かなというふうに思ったかもしれませんね。はい、では今日はここまでにしたいと思います。ぜひ高評価、チャンネル登録、あって文字一つでもいいのでコメントいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。 It's not fair. First, I have a bad morning, and then everyone laughs at me in class. Even Machida was laughing, wasn't he? <laughs> yeah, pretty hard. Why me? Why are all these bad things happening to me? Hmm. Maybe it's some kind of weird omen, Haru. Like your life is gonna get a whole lot worse real soon. It's not fair. First, I have a bad morning, and then everyone laughs at me in class. Even Machida was laughing, wasn't he? <laughs> yeah, pretty hard. Why me? Why are all these bad things happening to me? Hmm. Maybe it's some kind of weird omen, Haru. Like your life is gonna get a whole lot worse real soon. It's not fair. First, I have a bad morning, and then everyone laughs at me in class. Even Machida was laughing, wasn't he? <laughs> yeah, pretty hard. Why me? Why are all these bad things happening to me? Hmm. Maybe it's some kind of weird omen, Haru. Like your life is gonna get a whole lot worse real soon. It's not fair. First, I have a bad morning, and then everyone laughs at me in class. Even Machida was laughing, wasn't he? <laughs> yeah, pretty hard. Why me? Why are all these bad things happening to me? Hmm. Maybe it's some kind of weird omen, Haru. Like your life is gonna get a whole lot worse real soon.